ひえいえいえおばんでやんす。というわけで本日はこちら三原駅より徒歩5、6分ぐらいイオンのフードコートの中にあります徳川にやってまいりました。言うても20年ぶりかいね。高校生の頃とかよう来たんじゃけれども、まさかまだあるとはね思わんかったけれども、ほんまぶちこと懐かしいわ。いや、お店の看板とかはちょっと変わっとるんじゃけれども、当時と同じ場所にあるとはね。果たして20年ぶりに食べるお好み焼きの味どんな感じになっとるんじゃろうか、楽しみですね。それでは今日も張り切ってやつとくがとくさっ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 とかきま混ぜまして、いってみようかいね。このちょっとねソースが焦げたみたいな匂い、この雰囲気、いやマジでもうバチコト懐かしいわ。いや、でこちら広島にあるチェーン店で広島風お好み焼きなのかなと思ったら、あの薄くねクレープみたいな生地を敷いて、あのキャベツ乗っけてみたいな広島風じゃなくて関西風のお好み焼きなんですよ。そばとかねうどんとかをしたい場合はあのトッピングで頼むっていうシステムなんですけれども、本当にこれおすすめしたいのがうどんね。2はね結構ねうどんをね間に挟む方多いんで、うどんで試してみてもらいたいなと思うんですけれども、あとトッピングでおすすめなのがタコね。タコこれね、まあ、三原は結構ねタコの漁獲高が全国2位っていうこともあってタコの有名な町なんですけれども、タコを入れるとなんかこうたこ焼きみたいなニュアンスもあったりして、いやタコのトッピングはこうマジでおすすめなんじゃいや。でみんなにもね試していただきたい、ね、というわけで俺はこの豚玉に、タコとか餅のトッピング入れて、まあこれもね結構ね、まあ、ベタなんだけどお好みおかずにご飯食べるみたいなね、そういうね、システムありますんで、俺はねライスもね頼んで、本当はねもっとねご紹介したいねお店あったんですけども、まあちょっとねそこはちょっと撮影 NG とか言われたんで、まあこっちねチェーン店で落ち着いたわけなんですけれども、いやマジで楽しみ。はい、というわけで来ました。これが俺の好きなお好みの具なんじゃいや。それでは早速作っていきましょう。このねラードね、出たラード、はい、こうやってね お好みの具をこうやって混ぜるんですね。はい、とりあえずあの薄い生地の代わりにこう第1弾でちょっと少なめに取ったお好み焼きをこう最初に焼きます。はい、うどんをほぐしたら、はい、生地の上にのせます。はい、というわけで余りの生地をこうやってのっけたら、いきますよ、こっからが見せ場ですからね。躊躇しちゃうと負けですからね。いきますよ、まあこんなもんかな。で俺がおすすめするのはこちら胡椒ですね。胡椒意外と美味しいんですよね。はい、というわけでこちら完成です。それでは早速いただいてみましょう。いやこれですよ、これ懐かしい。うん、この焦げた感じがもう素人作といった感じで、もうちょっとねこのうどんのねあの生焼けの感じももうこれたまんないですね。懐かし
うん、熱々のお好み焼きとちょっと固めに炊いてあるこのご飯の組み合わせで、炭水化物かける炭水化物っていうね、このジャンクな感じ。すいません、あまりのうまさに寝てしまいました。出ましたね、広島でも。やっぱ胡椒のね、あのちょっとねスパイス臭っていうんですか、そのピリ辛な感じが、これがまた合うんですね。いや、やっぱ小麦粉とタコの相性って最高ですよね。奥にね広がる紅生姜の香り、これマジでうまいっすわ。さっ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 とかき混ぜまして、丸く丸く作りましょう。熱々ふうふう徳川で、ふっくらふっくら恵比寿顔、お好み焼くなら徳川で、友達たくさん作りましょう。すいません、あまりにもテンション上がってついつい広島県民なら誰もが歌える徳川の歌歌っちゃいました。はい、というわけで僕は餅をトッピングしたんですけど、餅とうどんともうお米っていう炭水化物のトリプルプレーっていうんですか、もうちょっとわけわかんない状態になってますけど、これがうまいんですよね。はい、そして最後はですね、そば飯ならぬうどん飯としてこうやってね、もうごちゃ混ぜにして食ってやろうと思ってますよ。フォルムこそね、このシーズンなんで流れ川とか広島の繁華街で見られるちょっとゲロみたいなフォルムになってしまってますけれども、これがうまいんすよね。ちょうどいい感じに冷めてて、これほんとかき込む感じで、これマジでうまいっすわ。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、やっぱね、こうね、自分で作るっていうね、システムもそうなんですけれども、いやー、もうね、なんかその味もその自分で作ってる感じも懐かしいっていうか、そういうね、もう久しぶりだなっていうスパイスも加わって、大満足でしたね。皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。以上、こちらお好み焼き鉄板焼きの徳川よりお送りいたしました。ごちそうさまでした。